普段アニメ作品に関わりの深い皆さんにぴったりの企画を考えてきました。やっと来た、やっと来た。今回の企画は第1回絵心ナンバーワン選手権です。おー、皆さんの絵心を審査してくれるゲスト審査員。あれ、審査員の方いる、そんなガチなの、ガチじゃん、をお呼びしております。その審査員とは、漫画プリパラで作画を担当されました、漫画家の辻永羊先生です。先生どうぞこちらにお越しください。よろしくお願いします。やっと来ました。なんか聞くところによると、あの羊先生は私たちの YouTube をなんか見てくださって、あの連絡してくださったみたいな、すごい動画をよく見てて、あの漫画描きながらとかめっちゃダンス動画とか見てすごいちょっと笑わせていただいて私もツイッターいつも見てます。 ありがとうございます。本当に本当にプリパラからプリちゃんまで ね、 ね、今回はゲスト審査員に杉永先生が来ていただいているということで、皆さんがですね、声優として参加したテレビアニメプリパラのそれぞれが担当されたキャラクターのイラストを描いていただきます。これは読めなかった。反応が正しいのかもしれない。ミュージカルだったから、ミュージカルやってる人で今久しぶりだなって感じだ。先生もお手本というところ、やばい、すごい、イラストを描いていただいて、アイリスのイラストと先生のイラストを比べて、やばいって何、公開処刑じゃない、比べるもんじゃない、まあ、絵心がある上位3名を決定していただこうと思います。微妙、マジか、上位3名って書いてたら、いや確かに下位2名、どういう意味ということで、制限時間は10分間です。そんなにある、結構ある、結構ある。1キャラだけど、先生は全員分かってこと、5キャラクター、え、そっか、いや先生1キャラ2個、これはすごい、めっちゃ良かった。ええー、おい、マジか。アイリス絵心ナンバーワン選手権、制限時間10分間です。よーい、スタート。10分ね、普通に服装とかをな正しく着かなきゃいけない。体無理、体絶対無理。でも衣装ってさ、着てないやつないでしょ。愛があればいいの、なんか愛さえあれば、愛ればいい。今回絵心選手権だもんね、先生には総合的な絵心を判断して。そうだよね、先生が審査員ってことですか。そうです。あ、じゃあもう先生にグッと来てもらう。そうだよ、アピール、先生がグッと来たね。いや可愛いと思えばいいんだよ。どうだ、待ってよ、難しいだよ。ちょっとやり直すわ。どう書いてる、私もちょっと画角が違いました。画角むずいな、画角が違いました。そうこうしているうちに先生は着実に筆が、すごい、先生さすがなんですよ。山北さんはシオン、はい、芹沢さんはミレイ、そうくり、中宮さんはラーラ、かしこまん。ちょっとそこまでやめたら最初からやり直してもらう。山下さんはやってくれてるんだ。芹沢さんはミレイ、いくぜ。中根屋さんはナーラ、唐揚げ。おお、変化球しちゃう。若井さんはレオナ、リラックスできません。久保田さんはソフィー、あれ当時のことが思い出されると思うんですけど、確かにね、確かに懐かしいね。でも今のプリパラのさ、ライブとかの衣装を見るとさ、なんかあの時代の衣装着れてたのはちょっと悪い貴重かな。確かに、そうだね、思い出は確かにいっぱいだよ。まもなく5分です。お絵かきむずい、はまらない。うわ、衣装思い出すのめっちゃむずい。衣装どんなスカートだったっけな。できた。
秒前。側にあって、はい、あの三つ編みがこっち側に、はい、そうですよね、全部左側ね、確かに、まあ間違いないでしょ、そうですね、ミュージカルでほくろ書いてたからね、そう、自分で書いてたからね、イベントの時は書くし、はい、三つ編みも同じ場所で作ってますから、あ、間違いないね、そうやね、そうやね、うん、じゃあそんなゆくちゃんのレオナ見せていただきましょうかね、いや、ほんとに先生なんてやだ、いきますよ、はい、せーの、はい、あ、かわいいなんか、かわいい、なんかさ、中途半端だから本当に嫌なんだよな、かわいい、でも、前髪の向きと、三つ編みの場所結構合ってる、いや、ほくろもちょっと見にくいけど書いた、あ、これは合ってます、ここ、ここ合ってますよね、すごい、なんか前髪特徴あるなと思ってて、こっち側にこう、あ、流れの向きとかもあるんですか、そうなんだ、すごい、これ、これ、完璧、素晴らしい、完璧、完璧、これ、ポイントが合ってる、ポイントがちゃんと、画力は本当に置いといてください。可愛いね。可愛いですね。ピエンって顔してるよ。ピエン顔ね。ピエン顔すごい。金なんだ。可愛い。めっちゃいいじゃないですか。はい、伝わってる。ありがとうございます。美しい、美しいですね。はい、以上です。誰行きます？私どうですか？普通。普通ですか？なんか描きまくってるから普通。この二人よう絵描いてるイメージ。うん、絵描いてるよね、ミュータンも。でもソフィーって確かに。ここで描いてたから、うん、そう。じゃあちょっと自信割とそこそこありそうなミュータン。すごい自信ありそう。頑張ったよ。行きます。あ、じゃあその前に、ね、はい、まあ、先生のお手本のソフィーを見せていただきましょう。怖すぎる。怖い。本当にすごい。怖すぎる。なんかポイントありますか？まつ毛男。このパッツン前髪と、ここの姫カット。姫カットね。そう、耳見えないんですよね。そうなんです。耳出てないのよ。まあ、耳見えないもん。そうなんよ。なんかすごいクールな感じの帽子とかね、かぶって。超かわいい。じゃあ、行ってみますか、みんな。はい。いや、意外と一緒って言ったわ。おろおろ。行きます。はい。おー。かわいい。なんだ。かわいい。私は口調だけど。うまっ、うまい、スタッフさん、うまい、全身がすごい、あ、そう、衣装を確かめっちゃ着てた、このサイリウムコーデだから、こんなんだったなっていう、ほぼってなんか腕にもなんかついてた、え、そうなんですよ、腕にもなんかついてたんですけど、それが思い出せなくて、確かに腕ちゃんと、クラゲもちゃんといる、クラゲね、復習モードなんだね、ね、あの、アホ毛、アホ毛着ました、この後は正直見せたくない、そうだね、いやでもいいか、私期待する、やっぱこういう動画ってさ、やっぱりこう後に行くにつれてやっぱ上手くなっていくっていう流れをさ見てきてるから楽しみだな、ちょっと次私が見ちゃうの、ちょっと次は私が、あ、うまいよ、え、ほんと、私も全然ちやさきちゃん、なんでこれはなんで最後でいいんだけど今じゃない、うん、私先行こうかな、あ、そうですか、はい、はい、はい、あ、じゃあその前にじゃあ先生のね、ミレイさんを、ミレオ、あかわいい、あかわいい、あかわいい、ポイントは、ポイントは猫耳ヘアですね、いやそうですよね、やっぱ猫一番のね、あとまあね、リボンが山ほどついてる、
リボン山ほどつけてたよね。そう、この結構つけつけだったんで、つけつけてたよね。なんかすごい元気そうな顔。確かに。目もちょっと猫っぽい、やっぱり猫っぽい感じ。そんな感じ。すごいな。可愛い。可愛い。すごい。本当に可愛い。先生、先生、先生、はい、ちょっとね、一箇所問題が起きてるんですよ。はい、可愛いじゃん。可愛い。待って、みんな言う、僕の衣装もさ、びっくりしちゃった。そう。だって問題があってね、目をここに描き始めちゃったせいで、猫耳入んなかった。ちょうど画面から外れちゃった。大事なとこや。大事なとこが入りきらなかった。可愛い。可愛い。なんか口の感じとか濃くない？その口だよね、うん、そう、プリパリティって火力りの瞬間マイクかけたのすごいね。そう、マイクがうまい、マイクめちゃくちゃうまいね。それに感動してる。マイクだよね、これ映ってた、映ってた、映ってた。おもちゃ返した、一緒に映ってた。マイクうまい、かわいい。全然みんなうまいんだけど。うまい、うまい。じゃあ次いきます。うん、ちょっとやばいと思って。これ見たい、見たい、みんな笑顔。大丈夫かな。じゃあ、はい、私続いてシオン行くんで、先生、シオンお願いしてもいいですか。かっこいい、かっこいい。ポイントはどっちらでしょう。ポイントはまあこの甘い髪ね、七三七三分けみたいな、おでこだし、あとすごいこっちの大きいサイドテール、あと強そうな、かっこいい感じ、かっこいい感じ、かっこいい感じ。でもシオンはやっぱそういうイメージだよね。うん、ラスカスクールなね、うん、一番ロックな、うん、じゃあ見せまーす。ちょっと待って、ちょっと待って、同じ顔してない。かぶってもかぶってんね。ビヤンまでかぶってんじゃん。ビヤンなんです。本当だ。今年の流行りも入れておこうかなって思って。すごいよ、シオンがピエンは分からんのよ。ポヨってなったらやりそうじゃない。塩ぽよピエンみたいな感じで。なるほど。あの前髪の分け目と髪の毛のこの感じは確かに合ってる。よかった。さきちゃんはさきちゃん流があるよね。ちょっとね、さきちゃんがね、ちょっとね、かっこいいのとかはかけないんだよね。なんかなるほどね。そう、ゆるキャラみたいなのしかかけないからちょっと逃げましたけど、でもかわいい、かわいい。塩ぽよしてる、塩ぽよしてる、ピエンピエンしてるね。まあいいんじゃないでしょうか。はい、最後はね、やっぱり結構漫画を描かれてるあかねやさんですけども、じゃあまずは先生のラーラを描いていただこうと思います。うわ、かわいい。なんか涙出そう。うちらの、待って、先生の特徴は見られてるかもしれない。ポイントはまあここのくるっとした前髪、そうですよね。あとは丸い目とか、あとここのアホ毛。そうだね、そうだね。なるほど。え、待って、かわいい、超かわいい、めちゃめちゃかわいい。やっぱり一番描いてるキャラですか。そうですね、ラーラが一番描いてて嬉しい。お洋服の袖の感じがもうね、ね、そう、わかる、そうまい人の袖、肩出てる、肩出てる。ここにちょっと遅れ毛があるんですけど、さすがに気づかなかった。そこまでは、そこまではちょっと横向くと見えるやつ。そうだったんだ、かわいい。マジで出したくない、自分の。本当に。本日の撮りでございます。かねやさんの描いたラーラ見せてください。はい、なんか衣装描ききれないぐらいでっかく描いちゃったんですけど。あ、かわいいよ。でっかく描いちゃいました。あかねやラーラ、あかねやラーラ。そう、でもその前髪のこの丸いとこと、あとちょっとここに短い毛があるんですよ、横毛みたいな。そこの横毛とそのクレームちょっと見えづらいんですけど描いてて、ちょっとそこは意識しました。すごい、絵の感じがもう可愛い。もう本当に美人だ。はい、ということでね、皆さんのイラストが出揃ったので、はい、最に絵心があるメンバー上位3名を発表していただこうと思います。ちなみに先生も決まっておりますか。決まりました。はい、はい、じゃあでは3位の方からお願いします。3位はレッツイゴーからの新オポイナプリパラチェンジ完了プリ。かしこまプリパラでは理想の自分になれるんだ。テンションリラックスピエン、会いたかったわ小鳥ちゃん。よいしょ。さきさんはありがとうございます。なんで
ったんでしょうか。なんか塩ぽよバージョンがすごい可愛くて、まあ、ピエン言いそうで、すごいいいです。ありがとうございます。これで叩かれないぞ。なんか怖そう。やめてくれ。続いて第2位の発表お願いします。第2位はミュータンで。やったー。はーい。じゃあ2位の理由を、なんかもう全体的にソフィーさんって感じのクラゲも描いてるし、描きました。癒し系なソフィーさんで、ありがとうございます。可愛いです。ありがとうございます。それでは1位の発表お願いします。1位はユミタス。ああ、言ってくれたのか。ジグリさん なぜ1位になったのかちょっとうますぎてちょっと次元が違う。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ちょっとヒミタス似てるかもしれない。あ、ちょっと融合してきちゃったのかもしれません。ありがとうございます。あ、キュッとさせた。まあ、確かにもうちょっと言葉った方が私も。そうやな。そうやな。はめき。はい。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。はい。おめでとうございます。今回はゲスト審査員に辻永先生をお呼びして、絵心ナンバーワン決定戦やってきましたが、皆さんいかがでしたか。どうでしたか。よし。まあ、5万円1位の方5万円。あ、そう。いや、もう5万円だった。やった。そうです、本当にね。でも正直私これとかめっちゃ好きだった。え、俺がとても好きだよ。俺がめっちゃ可愛いって思ってたし、ピエも好きだった。ピエも可愛いよ。フォローいらないですよ。なんかピエだけマジピエになってるんだけど、顔ちょっとピエだよ。顔意識したよね。あ、そう、顔はレオナ。あ、そうピエがレオナ。あ、なるほど。あ、ピエ顔もね。あ、そうそう、ピエの顔ちょっと。ピエの顔もそうそう、ちょっとレオと一緒かなと思って。萌えは。というわけで、先生もいかがでしたか、総評して。なんか全員すごいめちゃくちゃうまかったんで、びっくりしました。イラストね、グッズ作ってほしい。あら、ちょっと待って、ティエンティシャツ。ティエンティシャツ。ティエンティシャツ。これめっちゃ可愛いじゃない。めっちゃ合いそう。欲しい。一番欲しい。可愛いじゃん、それ。グッズが一番いい。必要ないって。というわけで、グッズ制作とかね、またね、第2弾がありましたら、よろしくお願いします。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。